全国旅行支援の静岡県版、今こそ静岡元気旅によって現在お得に旅を楽しめますが、今日から豪華な県産品が当たるバス旅行促進キャンペーンも始まりました。連休明けですが、静岡を旅先に選んでくれた観光客が今日本平に到着しました。静岡市が誇る絶景日本平を訪れたのは三重県からの観光バス。自治会の日帰り旅行で団体客およそ20人がロープウェイに乗り込みました。削られたような姿に変わっていきました。絶景。朝から降っていた雨も止み、駿河湾を眼下に静岡を満喫します。今回こちらの団体客が利用したのが全国旅行支援静岡県版の今こそ静岡元気旅。日帰りバス旅行なら3,000円、宿泊バス旅行なら5,000円を上限に割引があるほか、地域クーポン2,000円分ももらえます。クーポンをもらいましたよ。本当ですか。使います。また今日から県のバス旅行促進キャンペーンが始まりました。割引を使って県内でバス旅行をした人は豪華な県産品が抽選で当たります。当たれば旅行会社としてもやっぱりコロナ禍で、たくさんお客さんが減った中でですね、すごくプランも組みやすいですし、たくさんのお客様が利用していただけるキャンペーンだと思ってますので、非常にありがたいと思います。県がここまでバス旅行にこだわるのには訳があります。個人旅行と比べてですね、団体で、大勢で来ていただく方がですね、より大人数で旅行需要が獲得できるという。大勢の観光客を取り込めるバスの団体旅行、旅行支援に関する予算について県は個人旅行の分はほぼ使い切った一方、団体旅行の予算はまだ余裕があると話します。県が展開するバス旅行促進キャンペーン、県民も県内旅行をすれば恩恵を受けられるかもしれません。